はい、皆さんこんにちは、梅パパです。今日は、茨城県ですね、これ常陸大宮市かな、辰の口親水公園、来ております。ここはですね、無料のキャンプ場があります。何人かね、テント張っておりますね。今日土曜日ですがね、無料のキャンプ場です。はい、このようにテント張ってる人がいますね。ただね、炊事場とかそういうのなくて、まずトイレね、トイレはここにありますね。トイレ1箇所、あときっと受付はね、こちらのね、建物の上、そばとかね、うどんとかの中で食べられますが、ここで受付するみたいですね。まあ、周りは山というかね、川がね、すぐ隣、下に久慈川が流れてます、ね。結構ね、広場見たくなってるんで、子供連れの方なんかもね、来ておりますね。バドミントンやってる人もいます、ね。無料でできるキャンプ場ですね、ここね、無料。確か水道が1箇所どっかにあるはずなんです。どこでしょうね、水道はね。よいしょ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 針ぐらいかな、きっとね。15針、16針、約20ぐらいかな、テントね、ありますね。ここに水が出るとこありますかね、きっと。これかな。ここに水が出るところがございますね、これね。はい、今日は辰の口親水公園の無料キャンプ場からの中継でした。以上です。